皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はターンやステップへつなげる基礎シュスの解説動画となっています。ジャズやバレエでは様々なテクニックが入ってきます。そのテクニックは前後の流れによってスピード感が変わったり印象が変化したりします。ステップや移動など様々なつなぎの方法がある中で、今回は軸を上下に伸ばすシュスの動画です。今回の動画では軌道やポジションをマスターしつつ、体の部位の意識、安定させるコツなどを紹介していきます。シュスはあまり主役となる動きではないですが、前後の動きまで影響する重要な足の動きになりますので、初心者の方でも分かりやすい内容になっています。今回の解説編の他にも実践編メニューもご用意していますので、ご活用いただけたら嬉しいです。そしてターン、ステップへつなげる基礎ステップ、いくつかの動画ご用意しています。ジャンプテクニックへつなぎやすいシャッセ、ステップ中の足の円の描き方の基本となるロンデジャンプ、そしてその各ステップやテクニックをつなぎ合わせたクロスフロアメニューの動画もご用意しています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャーはもちろん、筋トレ、ストレッチなど体の知識や私生活にもお役に立つ動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンも押していただけたら幸いです。それではシュスの解説動画です。5、6、7、レッツゴー。それではステップやテクニックへのつなぎなどでもよく使われるシュス、ポジションと軌道の解説を行っていきます。テクニックのつなぎでよく多用されるものなので、このシュスの軸がしっかり整っていることがとても大切です。基本は足が5番ポジションの形からルルベをした状態のところです。この時に足先だけではなくて、ももがしっかりと寄せ合っているようにしてください。前から見た時に体が軸が1本になっている状態、2本ではなく1本、ここの状態に来るようにシュスを作ってください。このシュスのポジションへ行くための軌道ですが、まずは準備で5番だったり3番、1番などの状態からスタートします。今回は別動画であるシュスの実践編で行っているメニューと同じように5番のポジションからスタートしてみます。5番ポジションからプリエをして、そのままシュスへ上げていく、この時の軌道ですが、前の足、今でいうとこの右足ですね、前足が寄せる、このパターンが多いです。後ろ足を寄せるパターンや両足を寄せるパターンもあります。いずれのパターンでも骨盤がしっかりと両方均等に開いた状態でターンアウトした状態、これがキープできた状態でシュスになるように、前でも後ろでも、そして両足を揃えた時でも、これがキープされるようにしてください。プリエをした後に足を寄せます。この時に最初に言ったももがしっかりとくっついているかどうか、これも確認をしてください。後ろ向きでも確認してみます。5番の状態からプリエをしてターンアウトした状態、これがそのままスッと上がる、ももが締まって自分が1本になっている状態です。シュスの形になった時に骨盤が上がってしまったり歪んでしまったり、ずれないように確認することが必要です。また応用として、このシュスで方向転換というのをやってみましょう。こちら実践編の動画でも実際メニューに組んでいるんですが、右足を前の5番にした状態からプリエをします。シュスをする時に180度後ろを向いて方向をチェンジするというメニューです。後ろからスタートすると、今左足が前に来ているので、ここからプリエをして前に、右足が前の状態のシュスになります。このメニューを行う時の注意点としては、回ろうとするのではなくて、基本シュスは立つということが大切なので、無理な力をどこかに加えて回ろうとしないことです。足がクロスになっているので、そのまま何もしない状態でただただアテールの状態で後ろを向くと、これだけでもももってクロスになりますよね。なのでこの状態で少し調整をしてシュスに持ってくるというぐらいの考え方で行うといいと思います。自分で力を加えて足をももをクロスにするんだということではないということですね。この時の軸足は、後ろを向いた時に
左足が整える側の足になるので、基本的には前足を揃えるよという手術の方法にはなるんですが、まあ、ちょっと応用編なので回転がかかっているので、右足が前の時はプリエをして右足の軸に乗るんだというのがこの方向転換応用のメニューだと思ってください。この応用の内容なんですけど、なぜ今やったかというと、結構回転ターン系のつなぎにつなげられることが多いんです。例えばプリエをしてシュスで方向転換をしたらそのままシェネに向かっていくなど、方向転換をしたらそのまま次のターンへつないでいけるというステップになりますので、一つ一つのポジションを覚えたら、軌道もマスターしてきたら、ぜひこの応用編までチャレンジをしてほしいなと思います。さあ、シュスのポジションや軌道、基本的な使い方はご説明できましたが、このシュス、シンプルな動きではあるんですけど、もっと体の意識を変えればより安定させて安心してテクニックへつなげることができますので、そのあたりもう少し説明していきたいなと思います。この後のティップスコーナーをご覧ください。それではティップスコーナーです。シュスを安定させてよりスムーズにテクニックへつないでいけるようなコツやポイントを紹介していきます。主に縦軸の考え方のポイントと真ん中への引き寄せ方のポイントについてです。一つ目、縦軸についてです。まずシュスの語源なんですが、シュス、上に下にという意味です。ルルベをしているので上だけじゃないかと思いがちなんですが、私はこの下への意識、ここにヒントが隠されていると思っています。私はジャズを行う時の立ち姿として6つの矢印というのを考えています。一度パラレル6番の状態で立ちますね。足は地面を下にグーッと押すような下のイメージ、そしてお尻はギューッと絞って上に引き上げるイメージ、お腹は腹筋を下に使ってグーッと下へ押し込むイメージ、胸は上に引き上げる、そして肩は下に下ろしてこの周り、首の周りに空間を作ること、最後に首を一つ上へ上げてより上に引き上げ、また空間を大きく使うようにすることです。このようにするだけで下の矢印と上の矢印が引っ張り合う場所があったり、逆に言うと上と下でこう押し合うようなイメージがあったり、そうすることで体の芯が一本強くなるようにイメージを持って立っています。何も意識していないで立っている状態と今の6つの矢印を使った時の立ち方で、こんなに身長が1個伸びたような気持ちになります。つまり上に伸ばしたい時ほど下に意識を持っていく、下に行く時ほど上に引っ張る気持ちを持つ、こんな風に考えています。シュスの場合で言うと、プレパレーションをするときに下に膝を曲げますよね。なので上に引き上げるイメージ、この引き上げがないとこのように形が美しくなくなってしまいますよね。下の時は上に引き上げる、そしてシュスは上に上がるので下に刺す、このバランスをとって上に下にというのを作ってみてください。もちろん最初は支えなどを使ってプリエシュス、プリエシュスという練習をしてもいいですし、少し慣れてきたら手を離してみて、プリエをするときにこの腕あたりで上に少し引っ張って表現してあげて、シュスで上に上がるときに下に押し込んであげる、こんな風に少しずつ段階を踏んで安定させていけるように練習してみてください。縦軸の強度が強ければ強いほど安定しますからね。このルルベをした時の軸の考え方については別動画のプリエ&ルルベの方でもこの矢印について細かく解説していますので、ぜひご覧ください。2つ目は真ん中への引き寄せについてです。まずどちらの足でも構いませんが、シュスをした時にももが寄ってますよね。ここでプリントが1枚挟めるかどうかを確認してみてください。足先だけで寄せていたり少し緩んでいると絶対にここに髪入らないですよね。ぐっと足もちゃんと寄せますし、ももでぎゅーっと絞り上げる、そうするとここで1枚髪が挟めるようになるんじゃないかなと思います。イメージ的にはこう寄せるというよりこう寄せていくような感じです。挟む感じです。このももともも同士が寄せ合うことで骨盤周りが強くなって安定しますので、ぜひここで髪を1枚グッと挟む、
ギューッと引き寄せるというのを確認をしてください。そしてこのももからぐっと寄った状態、さらに下へ辿って見てみて、そのままの流れでターンアウトがしっかり足先まで届いている状態です。これがターンアウトされていないとこのようなルルベになってしまうと、もちろんさっきの髪も挟めませんし、足もぐらつきやすくなります。お互いの足で支え合うような感じです。足の指先にちょっと着目してみましょう。小子宮側に足が乗ってしまうと、このように釜足のような足になってしまいますし、もちろん安定しないですよね。ぐらつきやすいですし、倒れやすい。真ん中にも寄っていないということになります。なのでこの小子宮に頼るということではなく、小指も使って小子宮をぐーっと使って押し込んで真ん中へ力を持ってくる、外側からぐーっと集めてくるようなイメージを持つようにすると、この倒れていたかかとがぐーっと上がるので、ターンアウトになって安定して高いルルベになるというふうに、どんどんメリットが増えていきます。支持基底面という言葉があって、体や物体を支えている底面のことを言います。この面積が広ければ広いほど安定しますし、この面積のその中に重心線、物体の中心があれば倒れないということですね。今足を開いて立っている状態なので、重心線まっすぐ今この真ん中にあるので安定した状態です。足を縦に開いていたとしたら、ここに重心線が入っていれば安定しますよね。この自分の面積から重心線がずれてしまうと倒れやすい。例えば杖をついていたとします。そうするとまた点が増えるので重心線変わってきますよね。ただこの面積広ければ広いほど安定しやすいということなので、四つ足の椅子なんかを見ると少し分かりやすいかもしれないですね。今4つの点がある状態、この中の下に値する部分が面積になっていて、この一番真ん中にあるところが、中心ですよね。この範囲内に重心線、重心があれば安定しているし、重心がずれてしまえば不安定になるということですね。今回の主数は面積が狭いことは一目瞭然ですよね。前から見ても狭い範囲ですし、横から見てもかなり狭い範囲の中で収まっています。そしてこの中に重心がなければバランスを崩してしまうので、小さな面積の中でちゃんと自分の重心をまっすぐと捉えること、そしてできるだけ足の指を開いて面積を広くすることも大切です。力が入ってなく弱い状態だと面積が少し狭くなってしまうので、ぐっと指を開いて地面をつかむようにすると面積が少し広がります。このように縦軸の考え方と真ん中への引き寄せ方、そして最後にお伝えした自分の面積の中に重心線を捉えること、これをしっかりとバランスよく合わせて安定して安心した手術になるように練習を重ねてみてください。特に方向転換をするときや次のテクニックへつなげていくときなんかに、この意識をより強く持つようにしてください。あくまでも手術は次のテクニックへのつなぎとして使われることが多いので、主役になる動きというのは少ないんですが、次の見せたいテクニックへ安定安心をお届けするという大事な役目にもなっていますので、こだわりを持って練習していきましょう。以上 Tips コーナーでした。皆さんお疲れ様でした。手術の解説動画はいかがだったでしょうか。ただ足を寄せればいいのではなく、体の各部位の意識や重心の捉え方も大切であるということがお伝えできたかなと思います。簡単に復習していきましょう。縦の軸を6つの矢印で引っ張り合って強度をつける。ももとももの間で髪を挟めるぐらい寄せる。小子宮側から蹴り上げてしっかりとターンアウトする。自分を支えている面積の中に重心線を捉える。いずれテクニックへつないでいくためにも、まずは基礎ポジションとしてしっかり練習していきましょう。今回ご紹介したポジションがメニュー化してある実践編の動画も別でご用意していますので、練習にご活用ください。そしていずれ振り付けや実践で使えるようになるために、ぜひ一緒に取り組んでもらいたいメニューいくつか動画ご用意しています。ジャンプテクニックへつなぎやすいシャッセ、ステップ中の足の円の描き方の基本となるロンデジャンブ、
そして各テクニックやステップをつなぎ合わせて作ったクロスフロアメニューの動画もご用意しています。それぞれに実践編と解説編ご用意していますので、ご自身に合ったメニューを選んでぜひ利用してください。その他にもジャズやバレエの基礎基盤となる動画のシリーズもいくつかありますので、基礎力と応用力どちらも高めていけるようにぜひご活用ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながっていけるように動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので通知ボタンも押していただけたら幸いです。いつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ジャズをやっていると足指を使うことが多く、指が開くようにとか掴めるようにとか、こういうトレーニングもしてきました。そして指の感覚の話なんですけど、足の人差し指って中指の感覚ありませんか？私は結構子供の頃からよく思っていて、一番大きい指、親指のその隣にある2番目の足ですね。この足の指を触るとなんか感覚が中指なんです。そして3番目の中指であるはずの指の感覚は薬指の感覚なんです。お隣の薬指の感覚は通常通り薬指の感覚です。不思議で調べてみたことがあるんですが、そういう感覚の方他にもいらっしゃって、また海外の実験で足の指を触られた時にどの指か当てるかという実験があって、この2番目の指を間違える人が全体の半数もいたそうです。ただその記事では原因とかまでは詳しくわからなかったので、もし今動画を見てくださっている方の中で自分もそうですという方だったりとか、理由なんかをご存知の方がいたらぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。もしかしたら無意識にルルベやポイントなんかをしている時に何かに役立っていたりしてということを想像しながらちょっとワクワクしています。手術の動画でたくさん指を使ったので、またこの疑問を思い出してしまってお話しさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。